はい、こんにちは、ゆうです。今ね、実はこちら神戸の新港第一突堤から花火をね撮ります。また神戸でね花火が上がります。で、こんな感じでインスタ360 S プロタイムラプスを撮ってるんですけども、花火が上がったら動画にね切り替えようかなと思っております。こんな感じですね。だいぶ神戸の夜景も綺麗くなってきております。でも、ね、そこに花火の船が待機しております。あとは上がるのを待つのみです。で、こっちにねゴリラポット用意してるんですけども、これ初代の RX100 で花火をちょっとね撮ろうかなと思って三脚をセットしております。さあ上がるかな。明日もね花火上がるんですよね、実は。ということで、まだね花火が上がるまで20分ぐらいあるので、ちょっとね雑談でもしようかなと思っております。まあ撮ってるカメラは iPhone なんですけどね、うん、でマイクはインスタ360じゃなくて、違う DJ マイク2使ってます。はい、ということで、まあ、最近ねずっと Vlog ばっかり撮ってるんですけども、でそれに伴ってねこのインスタ360 Ace Pro か、あとは DJI の Osmo Pocket 3ですね、それを両方使い分けております。うん、でまたね後日 Pocket 3とこのインスタ360 Ace Pro の比較じゃないんですけども、まあ、動画を出そうかなと思っております。まあ、どっちがねどういったシーンで向いてるかとか、夜の比較とか、ここ最近ね本当ね毎日のように使ってますね。まあ、なのでそういう動画もちょっとね出してみようかなと思います。まあ言ってもねこちらはアクションカメラなので、まあ激しい動き向いてるのは向いてるんですけどね、ただやっぱこういったね暗いところでもこのインスタ360 Ace Pro は使えるようになったので、まあ、それがねアクションカメラとしてはかなり、うん、大きなメリットですね。まあ、前にも動画で言ったかもしれないんですけども、まあ、アクションカメラってねもう本当夜持ち出す気なかったんですよね今まで。ただこの Ace Pro 購入してからは、うん、やっぱ夜積極的にね持ち出すようになりましたね。まあ、特に僕がよく使うのがやっぱ POV のチャンネル持ってるんですけどね、もう一個、まあ、それ用に夜ね撮れるようになったのが 360S Pro 大きいです。うん、まあ今までのね本当 DJI Osmo Action 3とか GoPro だったらやっぱ夜結構もうブレブレのにじんだあんまり綺麗くない映像だったんですけども、まあ Ace Pro にしてからはそのポケット3とかねその大きいセンサーミラーレスとかに比べたらやっぱり画質は悪いですけど、もちろんただね POV で、まあ、夜ようやくねまあまあ撮れるようになったかなっていうようなカメラが登場してくれたかなと思っております。それにしてもちょっとね寒いですね、めちゃくちゃ寒い、風が結構あります。うん、でまあそんな感じでよくインスタ360 Ace Pro はね持ち出してますね。うん、あの Ace Pro とこの Ace Pro とアクション4でちょっと、ね、比較の動画出した時に喋ったんですけど、タイムラプスねやっぱローが撮りにくいっていう話したんですけど、あれからちょっとねまたねいろいろとこの Ace Pro でタイムラプス普通の動画モードで撮ってたんですけど、結構ね動画モード綺麗んですよね夜こんな感じで、なんかね本当信じられないくらい綺麗ですね、ノイズも少なくて。まあ、なので Ace Pro の場合はもうローじゃなくてもう普通の動画で残そうかなと思っております。
うん、なので結構夜、うん、気軽に撮れるかなと思いますね。まあ、それとね、話はちょっと変わるんですけども、今撮ってるこの iPhone もね結構夜いいんですよね。やっぱこの普通の広角カメラ、超広角じゃなくて、まあ、普通に標準カメラですね、まあ、これだったらね普通に夜も綺麗に撮れるかなと思ってますね。これ普通の標準カラーですね。で iPhone って光学式なんですよね、手ブレ補正が。なのであんまり歩いてもブレないというか夜、うん、いいですね。ただやっぱりゴーストっていうのは気になるので、そこだけね注意して撮影は必要かなと思いますね。まあ、なのでちょっとね夜使えるね小型カメラが、まあ、ここ最近ね出てきてすごい僕は嬉しいかなと思ってますね。まあ、言ったらポケット3を筆頭にこのエースプロもそうですけども、まあ、この iPhone にしても結構キレイく撮れますね。でちょっとねやっぱり夜弱いなと思うのがソニーの ZV-1M2 ですね。うん、まあ、設定して追い込んだら、まあ、撮れないことはないんですけども、やっぱりエースプロとかポケット3とかに比べるとやっぱ夜はね、うん、持ち出しにくいというか歩けないですね、とにかく、うん、それはちょっとね気になるかなっていうところですね。まあ、またねあのコンデジじゃなくて ZV-E10 の M2 も出るみたいですね。まあ、それがどんな進化を遂げてるかって感じなんですけども、うん、まあでもね僕はソニーさんとしてはそのコンデジ系の Vlog カムちょっとねもうちょっとね頑張ってほしいですね。もし ZV-1 の M3 とか出るんだったらね、まあ、ZV-E10 は6700系のセンサーとか積んでくるんですかね。でアクティブ補正とか入ってくるっていうような感じなんですかね。まあ、まだねちょっとどんなスペックかわからないですけどもね、うん、ただやっぱりね小型でポケットに入って、うん、外で気軽に撮れるカメラがねやっぱり出てきてるのでね、まあ、その辺とどう戦うかっていうところも、うん、面白くなってきますね。うん、僕も正直ねミラーレスよりかこういった小型カメラをポケットに入れて、まあ、撮りたい時にすぐね動画を撮るっていうスタイルね、まあ、今ねもう定着しつつあるんですよね。なので、うん、でミラーレスとかの場合はもうなんて言うんでしょう、写真とかあとはアップで寄ったりその小型のカメラで撮れないような映像を撮るのに使ってるといった感じですね。うん、なので、まあ、この ZV-E10 の M2 が、まあ、どんなスペックで出るか分かんないんですけども、まあ、どういったね立ち位置になるかね Vlog カメラの気になるところではあります。ではねそろそろちょっとね時間になってきたのでこの辺で雑談は終わりにしようかなと思います。それではねまたこの、ね、撮った様子はまた動画にしようかなと思います。今日はこんな感じで雑談で終わります。それでは、はい、ということでね無事ね花火終わりました。 RX100 多分無事撮れたと思います。とりあえず帰って編集するんですけども、まあ、ここ載せておきます。こんな感じです。どうぞ。もうあとはセルフタイマーで押していくだけです。成功するかな。でインスタ360エースプロはタイムラプスと動画です。こんな感じです。どうぞ。
はい、終わりました。はい、ということでね、今日は雑談とこの花火の写真と動画でお伝えしてきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。